廃業カウンセラーのためのクレジット決済はこれ。こんにちは、売れるカウンセラープロジェクトの北林です。今回は、カウンセラーさんからよくクレジットカードを使いたいんだけどどうしたらいいですかっていう相談を受けるのでお話ししたいと思います。これから開業を考える方、ウェブサイト作ってる方、それからすでにアメブロとかで集客してるとか、いろんな方法で集客してるけど決済とかお金どうやってもらうのかっていう話を考えてる方、もし よろしければ最後まで見てください。大きく分けてお金もらうの銀行振込とクレジットカード決済があると思うんですけど、クレジットカード決済については、そうですね、私のところの会員さんとか相談を受ける方でとりあえずペーパルを導入してはどうでしょうかってお話ししてます。ペーパルがめちゃくちゃおすすめとかそういうことではないんですけど、すぐ使えるし、月額いくらっていう固定費もかからないし、使ってみたらいいかなっていうふうに思っています。でとりあえずペーパルがおすすめです。ペーパルは、ペーパルって検索、このペーパルってカタカナでもいいです。ペーパルですね。ペーパルって検索してもらうとウェブサイト出てくるので、それを見ていただいて登録ですね。自分の個人情報とか登録していただくと使えるようになります。で、ペーパルの方は、普通にお金払う方のアカウント以外にビジネスアカウント、多分今の名前もビジネスアカウントだと思うんですけど、お金もらうようなアカウントがあるのでそちらに変えておくといいです。で、お金もらう方のアカウントですね、名前変わってたらごめんなさい、多分変わってなかったらビジネスアカウントですけど、身分証明書が必要です。自分個人事業主であればご自身の、住所ですね、ちゃんと今郵便が届く住所がある免許証とかパスポートとかですかね、保険証でもいいのかもしれないですけど、そういうものを提出していただいて、どういう身分証明書が必要かはちゃんとペーパルのウェブサイトを見てくださいね。で、提出して、で、OK だったら、ビジネスアカウントになるってことですね。で、今のところ審査については郵便が届くんですね、その登録した住所とか身分証明書の住所に。で、それでそこにちゃんと郵便が届く住所で、そこに届く郵便に番号書いてあるんですよ。で、それをウェブサイトに入力してっていうところで登録完了なので、ちゃんと郵便が受け取れる住所っていうのを登録する必要があります。で、この辺できればペーパルのビジネスアカウント作れるのでお金もらえるようになります。で、ペーパルみたいな決済代行会社っていうんですけど、クレジット決済を代行の決済を代行する会社は、いくつもあるので、必ずペーパルじゃないといけないってこともないですし、何でも審査が通るもの、使えるものは何でもいいと思います。今だと結構たくさんあるので、もしかペーパルじゃなくてスマホとかで決済しやすいようなものとかを導入すればいいかなっていうふうに思います。で、他にはちょっと高額なものとか、オンラインサロンだとかそういうものをやってる方だとインフォカート使ってる方もいるので、インフォカートもいいかなっていうふうに思います。で、インフォカートも会社そのものですね、個人事業主の審査もありますし、あと商品審査もあるので、それ受けてもらって、使えるようになるっていう形です。で、この話してるペーパルとか含めるクレジットカードを決済するようなものは決済代行会社っていうのが必要なんですけど、決済クライアントさんがお金もらったのを決済代行会社が受けて、クレジットをちょっと決済してもらってあなたにお金が入るっていうところになります。で、この決済代行会社は手数料を取られるんですね。例えば1万円の売上だったら、その分手数料は例えば 3.6% と決まってたら、その 3.6% を引いた分があなたの売上っていうふうに入ってきます。あなたの収入っていうふうに入ってきます。なので、この手数料がいくらぐらいなのかっていうのはちょっと見とくといいです。手数料高いと、例えばないと思うけど 10% とかそんなんだったら結構取られちゃうので、いくらぐらいの手数料なのかっていうのはあらかじめ使う前に調べておくのがいいです。で、他には、月額いくらっていう、月使うにあたって月いくらみたいな払わなきゃいけない場合もあるんですよ。で、その場合とかは毎月3000円とか、で、売上があんまり少ないうちにそういうの契約してもらうと、してしまうと、売上上がってないのに月3000円ずつですね、決済代行会社に払わなきゃいけないことになるので、それもちょっとしっかり調べた上で、
選んでいただくといいです。ペイパルに関しては月額のお金はかからないですし、売上が上がった時だけ手数料取られますけど、払う自分の売上から手数料引かれるっていうタイプになってます。であとペイパルの場合はこういう購入ボタンみたいなカートとか今のところ無料で使えるものがあるので、それを使ってなんかペイパルが発行してくる URL があるんですけど、それをお客さんに伝えて決済っていうことも可能です。でただちょっとその商品点数がすごい多いとペイパル、もしかしたらペイパルのみで使いにくいっていう部分があるので、そのあたりはちょっと検討が必要かなっていうふうに思います。あとそうですね、そうですね、決済代行会社、クレジットカードは多分あとその実際にクライアントさんがカウンセリングルームに来てもらって決済するっていう場合は、多分なんか店舗用の決済みたいな別のものが必要だと思うので、ちょっとこのペイパルとかでは無理だと思うので、そのあたりをまた調べてもらった方がいいかなと思います。今日お話しした場合はものはウェブ上で、決済してもらって、電話カウンセリングとか訪問カウンセリングとか、またカウンセリングルームに来てもらう前に決済するっていう方法になります。はい、もし分かりにくいところとかがあれば LINE とかで、LINE、説明欄に LINE が載ってるので、そちらから質問していただければと思います。私のチャンネルでは、カウンセラーさんですね、開業カウンセラーさんとか、スピリチュアルカウンセラーさん、それから、コーチコンサルみたいな方、これから開業起業ですねしようと思う方が、売り上げ上がるとか、役に立つ情報を配信しています。もしよろしければチャンネル登録お願いします。また質問等ありましたらですね、説明欄のところに LINE の URL を載せていますので、よろしければ登録してください。ご視聴ありがとうございました。